夜の繁華街を歩くサングラスの男性、元暴力団組長竹垣悟さん。この男が愛する一杯の丼に隠された人生とは。兵庫県姫路市、この町に男は住んでいる。あ、よろしくお願いします。テレビ大阪です。テレビ大阪、テレビ大阪です。待ってました。どうぞ。竹垣悟さん、国内最大の暴力団山口組系義龍会の元組長で、現在は NPO 法人の代表として暴力団員の更生支援などをしている。兵庫県姫路市に生まれ、幼少期から明るく人に好かれる少年だった。中学卒業後は夢だった役者になるため東映東京撮影所に。しかしある事件で人生が変わった。姫路帰ってた時に、19の時やったかな、喧嘩したんよ私な。でちょうどその取り調べの時に神戸新聞の記者がおったんよ、そばにな。で東映俳優喧嘩で捕まるいて、ポーンと、まあ私の名前まで出て、もちろん東映東京撮影所クビになるわな。夢破れた竹垣さん、失意のもと地元姫路へと戻った。そこで一人の男と出会う。暴力団は嫌いだったが、坂本義一という人間に惚れた。でこの人が、まあ、抗争事件で10年勤めて、その刑務所の中から規律というのを守ってきた人やから、例えばちり紙一つ道路にほかさんような人やったんよ。ほんで、まあ、坂本義一の杯飲んで若い人になったようないきさつあるわけよ。それ以降先頭を切って暴力団の抗争に明け暮れた。時には日本刀で刺され命を落としかけたことも。私の性格からいけば、そら言うたら戦闘機って行く方やわ。若い人がを前に立てて言うようなタイプと違うしな。持ち前の度胸と人情で暴力団の組長まで成り上がった。一方で監禁致傷などの罪で刑務所にも5回入った。5年の懲役、中世会の若い衆、まあ切ったりはずったりして、それで5年の懲役いったな。そら全てにおいて刑務所いたら楽しいとこではないわな、辛いことばかりよ。インタビューを終えた竹垣さん、生まれ育った姫路の町を案内してくれた。義龍会当時はこの辺よ、この繁華街の、ここは魚町通りやけど、もう一本向こうの塩町通りのど真ん中にあったんや。だからここも私の縄張りやったとこよ。竹垣さんについて入っていくと、そこには落ち着いた雰囲気のお店が。出迎えてくれたのは妻絹代さん。ここは絹代さんが経営するクラブだ。ここで食べるのが竹垣さんの極飯。これは穴子丼ぶり。この言うたら姫路の名産になってるんよ。で私が刑務所の中で出たら食べたいな思うのが穴子丼ぶり。播州名物の穴子丼ぶり、
地元で採れた脂が乗ったアナゴを腹開きでじっくり焼き、醤油、砂糖、みりんなどで煮詰めたタレと味わう地元飯。いただきます。姫路で育った竹垣さんにとって幼い頃から食べていた思い出の味。誕生日、家族で食べたアナゴ丼ぶり。俳優を目指し上京した時もこの味を片時も忘れなかった。そして刑務所から出所するたびに真っ先にアナゴ丼ぶりが脳裏に浮かんだ。私にとってはアナゴ丼ぶりが一家団らんの味やな。肩になったら今刑務所行くことないわな。だから肩になってよかったなと思うわ。今もその出所した時の味を思い出しながら喋っとんよ。アナゴ丼ぶりに添えられた温かいお吸い物のように、竹垣さんを支えたのは妻絹代さんの存在。助けられてばっかりよ。やはりその言うたら現役時代内助の功がなかったらあかんわな。私がバットでバーンとやられてひっくり返って思った時に、2階から水戸若い衆に聞いたら姉さんが前立ってそのバットで私の袋叩きにしようとこ止めよったいてな。そやから命も助けられとるわな。出る前だったらもう1週間に1回か2回かなあったんかな。ずっと言ってた、許す限りは。たとえ10分でも顔が見れるいう、若かったもんね。だから嬉しかったから10分でも会えるって嬉しい。やっぱりそれは楽しみで言ってたん違うかな。で、お前も食べたいん違うんかい。暴力団を辞めて17年を超えた。寒くても暑くても昼夜地元姫路の町を回り、生まれ育った町の治安維持に精を出す。いつもは呼び込みがパタパタおるんやけどね、今日はおらんね。元暴力団というレッテルは簡単には拭えなかった。それでも耐えた。拳を握りしめて耐え続けた。全ては愛する姫路のため。今では警察から講演会の依頼が入るほど信頼を得るようになった。やはり役だからまるっきり逆の世界行かなあかんやんか。家族のためによ、言うたら家族には肩身の狭い思いさせてきた。だから地元で何か貢献せなあかん思てな。幼少期から食べ続けた原点を思い出せる味。回り道もしたが人を大事にする信念は変わらなかった。大好きなアナゴ丼を食べながら今日も家族、故郷姫路に思いを馳せる。ごちそうさまでした。